石破さんらしくないよ。石破新総裁に橋本徹が放ったまさかの提言。過去最多の9人の候補が出馬し、稀に見る大混戦となった自民党総裁選は、石破茂元幹事長の大逆転勝利で幕を閉じた。これが最後の総裁選と決めていた石破氏は、総裁選5度目の挑戦で悲願を達成した。石破氏と激しく競り合った高市早苗経済安保大臣は決選投票での予想外の敗北に顔をこわばらせ、国民的人気で当初本命視された小泉進次郎元環境大臣は涙目で天井を見上げるなど、3氏の明暗もくっきり分かれた。自民党総裁選史上でも、決選投票も含め、投票箱を開けるまでわからないという激戦は、党関係者によるとほとんど例がないとされる。ある政治ジャーナリストによると、派閥解消により個別議員への締め付けが緩んだことが背景にあると見られているが、最終局面では派閥を維持する麻生派だけでなく、旧岸田派をはじめ全ての旧派閥が暗闘を繰り広げ、派閥政治の根深さを露呈したのは否定しようがない。そこでこれまで自民党内で冷遇されていた石破氏がなぜ新総裁になったのか。勝因は石破氏の国民的な人気に加え、立憲民主党の代表に野田佳彦元首相が選ばれたことも大きいだろう。野田氏は元首相で演説力のある政策通、小泉進次郎氏では経験不足だし、高市早苗氏は発言で中国などと外交問題を引き起こしかねないリスクがあった。その中で政策的に一定の安定感のある石破氏が選ばれたということだろう。また石破氏は岸田政権では重要な職に就けず、事実上干されていたため、総裁就任は自民党の求める刷新感にもつながる効果があったとも思われる。今度こそはと国民からも期待が大きかったが、石破氏が新総理になった途端に、その人柄と実直さで新総理。最終決着の場となった9月27日午後1時からの1回戦と、それを受けての決選投票に多くのドラマが見え隠れした。まず国会議員368人と党員党友による地方票の合計で争う1回戦では、高市氏が予想を超える181票を獲得してトップに立ち、石破が154票で2位。候補者討論で失速した小泉氏が議員票はトップながら136票の3位となり、その時点で総裁レースから脱落した。この結果の中でも、会場内の議員たちと取材席のメディア各社記者を驚かせたのが高市氏のトップだった。というのも、直前のさまざまな情報では、石破氏1位高市氏2位が通り相場だったからだ、高市陣営もまさかトップに躍り出るとは思わなかったと述べ、選挙戦終盤で党員党友票で猛烈な追い上げが伝えられていた驚きを隠せなかった。その時点で高市陣営はこれで勝てるとほぼ確信し、日本初の女性総理誕生と見られた。その一方で想定外の2位となった石破氏は、決選投票での逆転に全てをかけるべく、唇を真一文字に結んで天を睨んだ。その流れを一変に変えたのが、論客で知られる石破氏の最終演説だった。それは異例の謝罪から始まった。私は至らぬものだ。議員生活38年になる。多くの足らざるところがあり、多くの人々の気持ちを傷つけ、いろいろ嫌な思いをした人が多かったかと思う。自らの至らぬ点を心からお詫び申し上げる。この総裁選を通じ多くのことを学んだ。共に戦った多くの候補者に、政治家としての生き様も多くの教えももらった。総裁選が終わった後は心を一つにして、日本のため、自民党のため、共に手を携えて全身全霊を尽くしたいと思っている。自身の最後の戦いの最終場面において、自らを否定し謝罪するという形を取ることによって、敵も味方も引きつけることができたのだ。石破氏は麻生太郎内閣時代、大臣でありながら麻生氏を批判したり、第一次安倍晋三政権下では安倍氏に辞任を求めたりと、首相にすらぶつかる強硬さを持ち、ある意味国民から人気を集めた。その石破氏が総裁選決選投票という最も注目を浴びる場面で謝罪を述べたことは、大きな効果を得られたのだ。
自分の実績や大物政治家との関係性といったアピールではなく、謝罪という自己否定から入るスピーチは異例で、これをテレビで見ていた視聴者からも、この最終演説が良かったという声が多数寄せられた。もちろん会場にいた多くの議員の心も揺さぶられたはずだ。実際、石破氏のこの演説は大きな拍手を受けた。これに対し高市氏の挨拶は、さて、さてと言葉をつなぐだけで中身も迫力も乏しく、しかも時間切れを指摘されて失態も晒した。今回の総裁選で5度目の正直に勝利し、石破氏は眼鏡の奥の涙をそっと拭った。ただこの後早速、その人柄と実直さが売りの石破氏をもってしても永田町の闇に飲み込まれ、理想と現実の狭間でもがき苦しむことになる。石破氏のトップリーダーとしての手腕が問われることも避けられず、岸田前首相からの宿題の実現は容易ではないとの声が相次いだ。10月1日に就任した石破茂新首相は10月9日に衆院を解散、27日に総選挙を行うことを表明した。就任から8日での解散は戦後最短で、総裁選で石破氏は国会での野党との十分な論戦後の解散を明言していたが、方針を180度転換したのだ。また裏金議員の公認について徹底的に議論が必要としていた。しかし原則公認、しかも比例との重複もありという方針をこの時点では示していた。またライフワークの一つでもある日米地位協定の改定には踏み込まずやるべきとしていた利上げも今ではないとトーンダウンした。石破氏が総裁選で訴えていた項目とは、そんなに日にちも経たないうちに真逆ともいえる方針をこれまで数々打ち出した。そして強い批判を浴びることになったが、橋本徹が放ったまさかの提言。橋本徹氏はテレビ番組に出演し、自民党の石破新総裁に早速注文をつけた。石破さん、10月9日解散、10月27日総選挙、飽きません。石破さんらしくない。このままだったら風向き変わって自民党負けるかもしれませんよ。もう一回ちょっと考え直してくださいと強く呼びかけた。その後、まあ伝わってないでしょうねと小声でつぶやいた。その後も橋本氏は石破氏のこれまでの発言から、完全な手のひら返し、党利党略だからねときっぱりと断言する。それでも早期解散総選挙を決めたことについては、選挙に勝つこと、高市さん側とは今うまくいってないので、選挙で勝って党内全部まとめるっていうのはわかるんだけどと分析しつつ、石破さんは筋を通してきたからこれだけ期待値が高まってるんで、ちょっと考え直してもらいたいな、もう遅いけどねと繰り返していた。そして橋本氏は石破氏が自民党総裁就任時、立憲民主党の野田佳彦代表との論戦に期待していたという。石破さんと野田さんの党首の議論を見て、すごく面白い論戦になるなとの思いでその話をしたら、しっかり議論したいと目の前で言われたので、解散時期はちょっと伸びるのかなと思ったんですよ。ところがその期待は早くも裏切られた形だ。いきなり解散ですから本当にがっかりしました。今石破カラーは完全に封印されてますよねと早くも失望感を口にした。橋本氏の分析では、石破氏にもそうせざるを得なかった理由があるといい、総裁選でどういう選び方をされたかというと、石破さんの政策自体に積極的に支持があったというよりも、決選投票を戦った高市さん的な外交とかに対してまずいと思った人が石破さんの方に行ったとなれば、石破さんは岸田政権の継承ということなので、政策面ではそういうことなのかなと分析した。それでも橋本氏は石破氏には譲ってほしくない頑張りどころがあるという。ただ1点、岸田さんでダメだった点、国民がもっとここをやってほしかった点というのは、政治と金の問題じゃないですか。石破さんは政策面では現実的になったとしても、政治と金の部分については思い切りやらないと、これは完全に国民の期待を裏切ると思いますと警鐘を鳴らした。また別の番組では、橋本氏は自民党の小野寺五則政調会長と立憲民主党の重徳和彦政調会長と共に出演した。石破新政権の説明を求められた小野寺氏は、今後いろんな政策を進めていくためには、
この人を総理として私たちは押し上げたけれども、国民として本当にこの人でいいんですか？それをむしろ確認する方が民主主義のルールだと思う。と述べた。また、電気、ガス、ガソリンなどの支援金の補正予算を組むため、このタイミングしかなかったとも説明した。これに対し橋本氏は、理論的にはその通りだし、何の反論もしません。としつつ、今回の石破氏の再度、手のひら返しを問題視する。橋本氏は、石破さん自身が、テレビの総裁選の討論会とかに出演していた。そう言えばいいじゃないですか。言わずに議論が必要だと言っておいて、直後にこういう風な解散って、これはまずいんじゃないですか。と追及した。これに対し小野寺氏は、総理になられたということで、国民生活全般のことをしっかり議論するという立場になっての判断だと思う。最後は総理の判断ですが、政策を進める立場からすると、早く補正予算を組んで成立させて国民に届けたい。これは私たち政策責任者の思いです。と、石破新総理をフォローした。さらに橋本氏の鋭い追及は続いた。橋本氏は、石破さんの認識が甘かったということと、判断が誤っていたということですね。と問うと小野寺氏は、総理が今の判断でそういう判断をされたということ。と返すにとどめた。どうするゲル総裁。10月6日、石破茂首相が自身の公式 X を更新し、あだ名について語った。あだ名とは、というタイトルでアップされたショート動画。そこでスタッフからあだ名ってありますかと聞かれると、石破首相は、あんまり子供の時とかはなかったですね。石破くんとか石破とか。と答える。また、防衛の仕事をするようになってから、皆さんご存知のゲル長官って呼ばれるようになって、その頃あんまり流行らなかったんだけど。とはにかんでいた。9月27日、自民党の新総裁に石破茂氏が選ばれた時、X では早速ゲル総理誕生と騒がれてた。ゲル長官の由来は、2002年石破茂氏は防衛庁長官として初入閣し、石破茂長官が誕生した時のことだ。ただ当時のパソコンでは、石破茂長官と入力すると、石破茂長官と変換されていた。このことから匿名掲示板の軍事版を中心にゲル長官と呼ばれるようになり、続いて他のサイトでも、石破茂を石破茂だと思ってたやつの数、いや、石破茂の石破ってなんだよ、などと取り上げられるようになり、ゲルという愛称が定着した。物言う石破氏は長年の冷や飯イメージからの同情もあって、国民からも期待する声もある。ゲル総理、ゲル長官と呼ぶ若い世代のネット民からも、軍事はもちろん、鉄道やキャンディーズのオタクとして知られる石破氏にシンパシーを感じると言われる。石破氏が武骨な求道者ゆえに、なかなか周囲には理解されない様子に、ネットユーザーは自らと重ね合わせ、俺たちの代表として勝手に親しみを覚えているという感じかもしれない。そこであだ名のショート動画がアップされた日、就任直後からブレたと言われ続けられる石破首相は独自色を打ち出す。肝心要の自民党派閥の政治資金問題で、党員資格停止処分を受けた人など、相当程度の数の人を次の衆議院選挙で公認しない方針を示したのだ。石破首相は、相当程度の非公認が生ずることとなるが、国民の信頼を得る観点から、公認権者として責任を持って最終的に判断をしていく。と語り、非公認となるのはまず、党員資格停止処分を受けた議員で、旧安倍派幹部の西村元経産省、下村元文科省、高木元国対委員長が対象である。現在も党の役職停止処分が続き、政治倫理審査会で説明していない議員も対象で、萩生田元政調会長、三林議員、旧二階派の平沢元復興大臣が非公認となる見込みだ。さらに処分を受けて説明責任を十分に果たさず、地元での理解が進んでいないと判断される議員も対象だという。その当事者の萩生田光一氏は自身の X に、党の決定を重く受け止めている。大変厳しい判断をいただいたと理解している。と早速投稿した。
さらに石破首相は、政治資金収支報告書に不記載があった議員は全員、比例代表との重複立候補を認めない方針も示した。総裁選では石破氏は、日本をもう一度、みんなが笑顔で暮らせる安全で安心な国にすると訴えた。早速行われる衆議院選挙でどのような審判が下るかは、石破新政権に対する1億有権者の評価次第であることだけは間違いない。